たしました。CG のマシンがいよいよ登場してます。これが今年は45台だよ。45台、並んだあのグリッド、すごいですよね。今年で5月また4日に決勝日を迎える富士スピードウェイありますけど、はい、またあの興奮が富士スピードウェイに ピットストップコンテストをお届けしてまいります。拍手、はい、それでは今回のコンテストの内容を簡単にご説明いたします。モータースポーツジャパンお台場特設コースを舞台にチームの対抗戦でドライバー交代とタイヤ4本の交換作業の速さを競うコンテストとなります。ピット作業のルールは通常のレースの時のルールに準じて行います。モータースポーツジャパンが定める計測ラインを基準に手動のストップウォッチで計測させていただきます。手動、はい。そしてですね、最も作業が早かったチームが優勝となるんですけれども、はい、優勝者にはスーパー GT 全8戦の模様を放送している株式会社 J スポーツ様より商品の授与がございます。よっしゃー。なのでね、午前中に引き続き私が公式時計係になります、はい、出ました。オフィシャルタイミングですかね。オフィシャルタイミングです。よろしくお願いします。いや、このスーパー GT の、はい、あのピットワーク、はい、ほんとねむちゃくちゃ早いですよね。むちゃくちゃ早いんですよ。だからもう瞬きせずにもう目を見開いて私見ております、はい、ね、はい、目にも止まらぬ速さとはこのことです。さあ、ということでございまして、ドライバーの方も降りてまいりましたのでね、はい、まあ、あの皆さんタイムの方も気になりますけれども、まずはマシンメカニック選手が勢ぞろいいたしましたスーパー GT ピットストップコンテスト出場者の皆様をご紹介いたしましょう。じゃあ拍手でお迎えいただきましょうかね。さあ、それではよろしいでしょうか。みんな OK？ 準備は皆さん準備、そうですね、ドライバーも呼んじゃおう、呼んじゃおう、車両から降りてますね、はい、そう、降りてる、降りてるよ、はい、はい、それではまず最初は本田からはドラゴンモデュールホンダレーシングのチームスタッフの皆さんと道上亮監督、そして武藤秀樹選手です。大きな拍手をお願いください。あれ、ようこそ。道上亮監督だよね。監督が選手だ。あれはい、そして続いて日産からはニスモのチームスタッフの皆さんと松田杉雄選手、ロニー・クインタレイ選手のチャンピオンコンビ。おー、土曜日から豪華だな。トヨタガズレーシングからはレクサスチームサードのチームスタッフの皆さんと、はい、アンドレア・カルタレリー選手と立川裕二選手です。ようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあドラゴの皆さんはチームこっちに、はい、じゃあ日産の皆さんは日産 でトヨタの皆さんはトヨタの皆さんで、ちょっとグループごとになりましょうか。お願いします。はい。さあ、ということで、まあ、GT500 のね、このですね、優勝を争います3メーカーのそれぞれチームがですね、まさにチーム一丸となってこのステージに来てくださったわけなんですけれども、はい、じゃあ意気込み聞いちゃう？そうですね、ね、まずは、ま、今回選手として参戦ということで。選手でいいですか？選手でいいですか？道上選手、すいません、今日一日道上亮選手に復活でございます。拍手。意気込みをお聞かせください。意気込みですが、ちょっとあの足が上がらない、乗るのに体が硬くなってますね。いやいや、ピットストップの時間の短さを競うんだから、それはちょっとまずいんじゃないですか。そこでうまくいったら第2戦からいきます、僕は。なんだと第2戦から乗る？いや、乗れないですけど、はい、はいはい、今日オリバーがいないんでね、急遽僕がなるほど、はい、乗れるだろうということで、はい、
じゃあエンジンもかけて、はい、ね、アクセルも踏んで、はい、ちゃんと止まってくださいよ。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、安心してますか、はい、大丈夫ですか、はい、ということで頑張っていただきましょう。はい、はい、どうしましょう、チームスタッフの方々。そうですね、チームスタッフチームスタッフチーム方で今回の責任者、はい、ちょっとじゃあ自己紹介、名前と意気込みを聞きましょう。やっぱりピット作業チーム全体のことだと思うので、チーフメンバーやってます、田村と言います。まあ、一応正規メンバーで来てますので、1番取るように。なるほど、いいですね、いいですね。ちょっと皆さん拍手がないんじゃないの。正規メンバーだ、本当だ。なんか見慣れた顔ぶれが。そうですよ、本番通りの体制でやりますからね。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。それでは日産チーム、日産ダニー選手、意気込みは本当ね、スーパー GT のレースでもものすごいピット作業のスピードね、いつも見せつけられているんですが、今回はどうでしょうか。まあ、その素晴らしいメカニックたち、まあ、いつも素晴らしいピット作業を、まあ、やってくれてここにいるから、ちょっと今日ぜひ注目をしてほしいですね。はい、と、はい、めちゃくちゃ頼られてますが、リーダーの方、誰も手を挙げない。あれリーダー、あ今ね上がりそうだな。チーフ、チーフバストさんがリーダーかと思っちゃった、はい、とロニー選手、あ、そうなんですか。めちゃくちゃ頼られてます。はい、まあ、今回、まあ、タイヤ交換やる2人が、まあ、早くやってくれると期待してます。あ、タイヤ交換の2人どっちない、あ、ここと、ここじゃあちょっと近場でいいですか、はい、毎度レースのあの速さは、速さの秘訣は何でしょうか。まあ、落ち着いて確実にやればタイムがついてくる。なるほど、なるほど。これはやっぱりね、そういう力に裏付けられたやっぱ自信ですね、今のはね。そうですね。はい、さあトヨタ行きましょう。はい、テキサスチームの立川選手、意気込みを教えてください。もうチームワークは抜群ですから、うちらは。いつもと違うチームじゃないですか、立川さん。選抜メンバーで来ました。トヨタ選抜メンバー、はい、なるほど。このためにこのために結成した。選抜メンバーで、あ、そう、ね、ボーナス出るんですか、はい、ボーナス出るんですか、勝ったら。ボーナス誰か出してもらえるんですか。もう社長社長になる気ませんか。いらっしゃいましたね、今日いらっしゃいましたね。ぜひボーナスをというところで、チーフはどなたでしょうか。はい、お願いします。チーフじゃないですけど、まあ、今回リーダーということで、はい、タイヤ交換早いタイム出るでしょうか。そうですね、2人が研修生なんで頑張ってやりたいと思います。なるほど、研修を兼ねて。いや、いいんですよ、全然すごく練習になるんで、はい、じゃあそれをぜひお二人見せつけてください。はい、ピエールさん、はい、研修のお二人がいらっしゃってます、はい、で今ね、その研修の話が出た時にこっち負けられへんな、もうこれで本番とかもここにナットまでもうついてて、これで負けたらどうしようとか言って、一番監督が心配してましたよ、監督が。え、何膝パッドもしてますからね。本当だ。もう、いや、膝もすごいやる気満々ですよ。ちゅうことで、はい、っていうくらい本当真剣勝負でね。そうですね、やっていただきたい。はい、で、ということで私がタイム握ってるんで。そうですよ、はい、覚えておいてください。いやらしいですね、タイム握ってるんでって私の力でなんとかなりますよみたいな。はい、言ってません。じゃあね、でもね、神業といえます、そのタイヤ交換とドライバー交代、ぜひそのピットストップの妙技に皆さんも酔っていただきたいと思います。はい、出演者の皆さんに大きな拍手をお願いします。はい、じゃあ準備を。皆さんね、競技の準備の方へとお降りていただければ、はい、お願いします。さあ、ということでエイミーさんもこの後の計測の方にお願いしたいと思います。はい、行ってまいります。はい、さあ、ということでね、いやー、それにしてもこのピットストップチャレンジなんですけれども、まあホンダはですね、本番車両15、16年のですね、この車両、それからレクサスは SC430 ちょっと懐かしいですね、それから GTR の方も2013年仕様ということになっております。さあ、じゃあちょっとここで映像を見ていただきますかね。はい、映像の方準備の間ちょっとお楽しみください。3連覇を目指す王者日産 GTR、富士では負けられないレクサス RC、 復権を狙うホンダ NSX コンセプト GT、 国内外の多彩な車種が争う GT300、 50周年を迎えた富士スピードウェイでゴールデンウィーク決戦、2016オートバックススーパー GT ラウンド2、
富士 GT500 キロレースは5月3日4日開催。前売り観戦券好評発売中。富士スピード。さあ5月の3日4日もう決勝が近づいてまいりました。第2戦ゴールデンウィークの富士スピードウェイ500キロレースということでね、それを前にしてこのお台場でちょっと何かもう真剣勝負のね、何かこうあれが出てきますけど、おトヨタチームなんかエンジン組みましたよ。違う、写真撮影かなんだエンジン組んでやるぞ、おーってやるかと思ったらですね、写真撮影でにっこり笑顔でしたね。めっちゃリラックスしてますよ。今ね、あれどこにいるんだろうなって探してたんですよ。はい、さあということで、順番はもう決まってるんですよね。はい、最初にやるのが日産チーム。はい、日産チームですよ。トップバッターは最初に乗るのがロニー・クインタリー選手。はい、そして次にドライバー交代をして車をスタートさせるのが松田次郎選手ということになります。さあちなみにあのルールの方なんですけれども、エイミさん、はい、イエローのラインが、手前のところとそれから発進した後のところに2本引いてあるんでね、はい、はい、でそこを通過するときから、出ていくまでの時間を計測するということなんですね、はい、でタイヤ交換のメカニックの方が今ちょうど左右に1人ずつ残っていますが、タイヤが今4本用意されて、これからですね、まあ、車が第1ドライバーがブーンと走ってきて、でちょうどそこにですねやってきてピタッと止まって通常のピットのその作業のスタイルでやるということになります。いやー、なんか緊張してくるね。なんかピットの様子どう？なんかね、すごく緊張感があるんですよ。ね、はい、これからまさになんかレースが始まりそうな本当ですよね。いやいや、そういうんですけれども、なんかここはサーキットじゃないのになんかサーキットのようなこの緊迫感は何なんでしょうね、この空気感。これでもスタートドライバー気になりますよね、はい、そうですね。やっぱりそのこうね、タイヤ交換が早くても選手の、はい、ものすごい迫力でカットインされましたけれども、もう早速、はい、ロニー・クインタリー選手がスタートドライバーだそうです。行きましたよ。さあまずはロニー・クインタリー選手が最初に第一ドライバーで先にギアを上げます。まだ新品タイヤで走り始めましたんで、タイヤツルツルですよ。ちょっと止まるときにちゃんと止まれるかな、うん、そうですね、もうこの次の周回ですかね、はい、さあ来る来る来ちゃう。さあみんなご注目、エビ、はい、大丈夫？大丈夫です。頼むよ、来たよ、来たよ。さあ、日産ニスも今、来た、来ました、止まった。さあ、放送席、放送席、こちらスリックタイヤを準備しております。おー、スリックタイヤ、ニュータイヤ、はい、さあ、フロントタイヤがまずは締められた。そしてドライバーが今もうすでにロニー・クインタリー選手から松田杉雄選手に乗り換わっております。タイヤ交換がまもなく終わる。ドライバー交代も終わった。これ早いんじゃないの？さあ、ジャッキが下ろされた。そして、エンジンが入ってきた。ピット作業だったんですね、はい、ニュータイヤで出てて大丈夫でした？いや、最初は本当にグリップしなくて、でも2回回ったらもうかなりいいグリップです。勝利を確信したかのような松田杉雄選手の
ドーナツターンです。はい、でもあれかな、やっぱプロのドライバーだからもう勝ったなっていうのは感覚的に分かるんですかね。おそらく松田選手、ね、我々勝ったんだって思ってるみたいですよ。いや多分すごい自信持ってる。自信持ってる、なるほど、ね、このタイムは自信持っていいんじゃないですか。そうですね、はい、1番手でこれがちょっとない。はい亮さんがなかなかヘルメット被らない、もうプレッシャー感じちゃって今。いやーすごいわ、ニスモチームやる、素晴らしい。ピエールさん、はいよ、今ちょっと道上選手にお話伺ってもいいですか。ニスモチーム24秒です。早いのか遅いのか分からない。監督早いと思います。監督それはちょっとまずいんじゃないですか、分かんないのは。なのでこれはものすごい40秒以内に行きたいなと。40秒以内、随分ざっくりしてますね。ざっくり、いやいやいや、でもね、本当あの正規メンバーでいらっしゃって、そうですよ、今回ね期待したいところです。はい、まさに5月のですね、ゴールデンウィークの時にも、活躍をしてくれるそんなメカニックの皆さんがいるんですが、いやーでも今日の一番の心配事はあれですよ、道上亮選手。あれ、道上亮選手はこの車に乗ったことはあるのかな。昨日ちょっと乗ったんだっけ。えいや、ちょっと待ってくださいね。え、何ですか。いや、恥ずかしいことになりたくなかった。恥ずかしいことにはならないように、ね、頑張りましょう。はい、はい、さあ、エイミーさんは今あの今ちょっとね、松田選手の方へ行こうかなと、はい、なるほど。なんか本当にレース後のなんかあのミーティング見てるような光景が今、ね、ここにあるんですけれども、はい、松田選手もなんか勝利を確信したような舞を見せてくれましたけれども。そうですね、あのドーナツターンでもう優勝したと思ってくるくる回ってます。それがね、あの他のチームへのプレッシャーかけという予定に。そうですね、いっぱいプレッシャーかけてきました。見事な24秒ということで、早いですね。あの選手のお二方も驚いてるくらいの速さだったということです。でもやっぱりね、このシーズンも2016年もこれね、実はね、はい、あのいつも使ってる競技用のあのなんでパウリっていうあのメーカーじゃないやつなんです。インパクトレンチが、インパクトレンチ遅いやつ。え、それでこのこれで本田さん負けたらちょっとまずいですね。あら、またいやらしいこのバチバチな感じのこのプレッシャーの当て方。いやー、チャンピオンになるともう精神的にもこういうわけですね。さあ、そのプレッシャーとともに今出てきましたね。そうですよ、武藤秀樹選手が出てきました。さあ続いて本田は2016年まさに本番で使っている NSX コンセプト GT を持ってきましたよ。いやドキドキするよ、ほらメカさんたちの顔つきがスタート。さあ緊張感漂っております。ストップボードにまずピタッと止まることがまず難しいですからね。そうですね、これあのドライバーも1センチも2センチもそのインパクトレンチのところから擦れないところにピタッと止まるかどうかでも0コンマ数量違いますからね。さあ工具を持っているところにピタッと止まれるか、ホンダチームのそれではアタックです。さあ今止まった、お、ちょっと行き過ぎたんじゃない、車。さあ今武藤選手が出て、そして道上選手が乗り込む、ちょっと慣れない感じで道上選手がシートに収まった。そしてフロントタイヤがもうついた、あ、ドライバー交代の方が間に合わないか、どうか、フロントタイヤがつく、左のフロントタイヤちょっと時間かかった。さあ道上選手今スタート、どうか、タイムは、え、これやば、ちょっと待ってください、ユース、じゃあ、いいですか、いいですか、いきますよ、タイムお願いします。24秒089、勝ったー、本田チーム逆転、すげー、すごいいい勝負じゃん。あいりゃー、24秒372のトップを日産チームを破ったのは24秒089、はい、コンマ3秒差、まあ
ますね。でやっぱり道上さんが車乗るのも早かったし、おうおう、なんかいけそうですね、相方として。よし、はい、第2戦はこ第2戦これでいくか。いっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、ということで、見事なですね、作業をしてくれましたドラゴモニューロのメンバーに拍手。でもね、今あの左フロント最後ちょっと時間かかったね。一瞬焦りましたね。でも2点もすごいタイムですけど、ドライバーさんが良かったんで。ありがとうございます。いいね、お互いなんかお互いこうなんかね、支え合ってるって感じだね。さあ、でもこれあれじゃない、盛り上がってきた感じだからさ。いや、これちょっと待って、あの私このコンマ数秒争うつもりじゃなかったんで、見て本当にびっくりしたんですよ。今手震えてるもん、何かってミスできないよ、エイミーさんも。できないよ、ちょっと。はい、さあ、そして無事にドライブを終えました、登場してまいりました道上亮選手、はい。いやものすごいプレッシャーとともに出てきましたけれども、ものすごいプレッシャーとともにね出てきましたと思うんですけれども、コンマ数秒の差で勝ちました。チャンピオンに勝ちました。よっ、言い方があれだね。チャンピオンに勝ちましたね。なんかあまりやる気にさせてもらったらなんかレース出たくなっちゃうんで。まあ、チャレンジ戦のレプリから出たくなっちゃった。で、まあなんかあの今日はあのね、多分ね、いろいろな皆さんがね、多分あの心配してご覧になってますから、みちゃんさん、もうこれ以上あまり大きい話にしないでください。楽しかったそうです。いや楽しいよ。もう一回道上亮選手に拍手お願いします。ありがとうございます。いやでも、はい、ジャッキ降りてからのね、エンジンスタートからのダッシュ早かったよ、道上選手。早かったです。おインパクトの音が聞こえてまいりました。さあ続いてはトヨタ選抜チームということでございましたが、さあ最初に乗るのは第1ドライバーは立川裕二選手。お、そして今なんかあれですね、拳を握って各ドラあのメカニックとこうお互いにコミュニケーションしているのはアンドレア・カルダルイ選手。さあいよいよ3チーム目登場です。立川裕二、ゾーンに入ったアクセル目いっぱい開けて出てったね。ちょっと小松が怖かったです。小松がどうにかなっちゃう。いやー、出ます。あの足が立ってゾーンに入りました。 GT 最速ホールポジションの男、さあ立川が今入ってきました。早くも入ってきた。さあ今タイヤ交換、ギアタイヤから交換していきます。さあメカニックの皆さん、なかなか普段とは違う車だけに、最近はねやっぱりねレクサスですからね、レクサスの中でも RCF ですから、ちょっとこの SC とは違うからね。さあ今回は研修のメカニックもいるということなんですが、さあジャッキカウンター、早い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 、すごいすごいすごい、早かったよ。すごい笑顔が見えてるんですけど、はい、
You want it! That's great! They want it! They yes, of course! 最高です。でもね、チームスタッフが勝ったんだよっておっしゃってますね。ねえ、本当素晴らしいチームワークでした。はい、もう一度大きな拍手お願いします。そうですね、高橋選手、後でステージ上でお話を伺いますね、はい、じゃあ、優勝を飾りましたトヨタチームの皆さん、はい、じゃあメカニックの皆さんも、はい、チーム員全員来る、ステージ上にお願いしたいと思います。ぜひともね、あの研修生の、ね、方々にもお話を伺いたいですけどね、ということで、ピットストップ3メーカーがまさに真剣勝負をしてくれたわけですけれども、最後に3番目の出走になりましたトヨタ先発チーム、はい、ドライバーそしてメカニックさん登場です。大きな拍手をお迎えください。さあ、ということでチームクルーの皆さんもね、はい、なんか研修メンバーとか言われてちょっと最初はドキドキしちゃったんですけど、まさかの、発揮しましたね、すごいね、底力を。いやー、精神的に強いわ。じゃあ改めてちょっと感想を聞きましょう。改めてね、じゃあ順位の方でもう一回紹介しましょうか、はい、はい、第3位になりましたのは、はい、はい、第3位になりましたのは日産チームです、はい、タイムは24秒372。もう一回皆さん大きな拍手お願いします。日産チームの皆さんもいつもとは違うメンバーで素晴らしい、そして第2位になりましたのは第2位がホンダチームです、はい、タイムが24秒089。はい、大きな拍手お願いします。ドラゴンモデューロ、あ、何ですか何ですか、道上さん、その右手の親指は何ですか。エイミーさんがタッチの差で違うんじゃないかと、なんかいろいろ言いたげですけれども、あれ、まあ、いやいや、ちゃんとやりましたよ。なるほどなるほど、ね、さあ正直本当にすごい今手汗、すごいよね、すごい手汗出てるんです、緊張する。さあ、そして改めまして栄えある優勝に輝きましたのは第1位、はい、トヨタチームでタイムが23秒323。やりました。じゃあ、ここで優勝された感想をですね、一言いただきたいと思いますけれども、はい、橋川さん言ったでしょ、選抜チームだと。はい、いやちょっとね緊張しましたけどね、うん、なんせあの一回も練習せずにこれ来てるんで、でもね、本当にみんなのレベルの高さ、こうやってぶつけ本番でね、イベントでこうやってやってもこのタイム差ですからね、みんながね、まあ、本当にみんなあのメガニック含めてプロだなと実感しましたね。これはボーナス出るんですか。ボーナス出るんですか。社長とか社長お願いしたいと思います。まあでもね、改めて本当にね素晴らしい、まあ、走りもそうですけれどもね、やっぱスーパー GT のレベルの高さをなんかね垣間見た感じがしましたけども、じゃあ研修聞く。そうですね、誰お二人、あ、その真ん中のはにかんでる彼、はにかんでる彼、はにかんでる彼、ちょっとじゃあ実際にぶつけてったんですけれども、はい、タイヤ交換いかがでしたか。心臓が口から出そうでした。緊張したんだ。素晴らしい、緊張する。それは緊張しますよ。でもよくミスなくやったよね。はい、メカの彼にも大きな拍手よろしくお願いします、はい、いや、ドライバーもかっこいいけどさ、あえてさ、メカでかっこいい作業すると俺将来メカになろうかなって子供もいるかもしれないよ。ありますね、ね、はい、かっこよかったです。ということで改めておめでとうございました。はい、おめでとうございます。でね、優�Jしたレクサスチームには株式会社 J スポーツよりスーパー GT などのモータースポーツがパソコン、スマホ、タブレットで見られる、動画配信サービス J スポーツオンデマンドの2016年シーズンの見放題チケット、こちら5名様分を差し上げます。やったー。では、代表して立川選手にお渡ししてから、いやいやいや、もう彼からの彼じゃなくてもう直接、はいはい、5名様分入ってますので、はい、じゃあチームでみんな分け合って、はい、大きな勝負、皆さんおめでとうございます。さあ、ということでね、これにてスーパー GT のピットストップコンテストは終了となりますけれども、改めまして優勝を飾りましたトヨタチームに拍手、拍手、おめでとうございます。そ
してね、残念ながら敗れはしましたけども、素晴らしいコンマ数秒の戦いを繰り広げてくれました。日産チーム、ホンダチームにも今一度大きな拍手をお願いします。ライバルとして最高の相手ですよ、ね、最高です。はい、ということで以上をもちましてピットストップコンテストは終了です。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。